い、どうも、皆さん、こんにちは。もうすぐ、皆さん知ってます？ここにね、メンテナンスがね、やってくるとね、ここにね、タイマーが表示されるんですよ。なので、もう、急いで、動画の方、撮ってやります。ガガジャンのー、ケースケで聞くのー、ケースケです。ブーン！ということで、もう残り11分とかでね、ちょっと、メンテナンスに入るんで、ちょっと、急いで、動画撮っているんですけどもね、今回はですね、なんて言ったらいいんでしょう、こう、上級者とはって、向けっていうよりかは、初心者とかね、中級者向けな、そんな感じの動画となっております。はい、こちらサブアカウントですね、タウンホール11のアカウントが欲しくてですね、サブサブアッカー、ね、今めちゃくちゃ、頑張ってるんですけどもね、大工の拠点ですね、の方も頑張ってまして、早くね、大工6人に、したいんですよ。で、大工6人にするときに、これはね、気をつけた方がいいよっていうのをね、ちょっと見つけましたんで、今回はそちらの模様をね、お送りしていきたいと思います。さあ、ということでね、急いで動画撮ってるんで、ちょっと早口気味になるんですけども、以前動画で紹介しましたね、大工さんをね、6人にする方法っていうのがあって、大工の拠点でね、こちらですね、条件を満たしていくと、条件ですね。マスター大工がね、自分の村にやってこれるようになるっていう形になります。まあそうですね、移動放題レベル18にする、ギガテスラです。メガテスラはレベルマックスにする。で、ヒーローね、レベル30にしなきゃいけないっていうので、今ね、めちゃくちゃ頑張ってね、はい、ヒーローレベル27に着工して、あともうちょいで、ね、手に入るんですよ。で、さらに注意しなきゃいけないのが、はい、こちらですね。自分の村の、建物ですね、3つ改造を終えなきゃいけません。速射のアーチャータワー、2連砲、そして連装迫撃砲ですね。こちらね、やんなきゃいけないですよ。で、タウンホール10レベルになって、で、ようやくね、迫撃砲ですね。タウンホール10レベルの迫撃砲になることによって、改造することができるっていう、そういう仕組みなんですよ。で、ただですね、皆さん、気をつけていただきたいのが、まあ、費用ですね。まあ、結構ね、680万って結構お高いんですよ。ただね、さらに気をつけなきゃいけないのが、はい、こちら、大工ブーストがね、15% かかってるんで、今11日と21時間になってるんですけど、これ大工ブーストかかってなかったら、12日間以上、工期がかかるんですよ。これめちゃくちゃ長いですよね。もう12日間自分の村にいると、大工の拠点の方の、村、改造できないわけですよ。なので、もしですね、建物の本とか、あとはですね、メダル溜まってるんだったら建物のハンマーですね。これね、連装発揮後に、使った方がいいです。使うことによって、おいおい、ケースの草をやろうと、建物の本や建物のハンマーね。これに使っちゃったら、なんかもったいなくねって思う人いるかもしれませんが、いやいやいやと、早々に、大工さんが6人になることによって、もうめちゃくちゃ工事のスピード上がるわけですよ。上がるので、なのでできればね、まあ、タウンホールが上がりたてでなくてね、ある程度落ち着いてるなと。で、建物のハンマーどこで使おうかなって迷ってる人だったら、もうすぐね、大工さん6人目にできそうだったら、この改造のために取っておくっていうのはね、これね、めちゃくちゃね、大事なんじゃないかなって思います。なのでね、皆さんですね、建物の方はですね、まあそうですね、自分の村で使う場合はですね、タウンホール上がりたてで、で、クラン城もしくは、呪文工場ですね、呪文工場、建物の方ですね、一番使いたいのは建物の方ですね、呪文工場とかにね、使ってあげて、呪文工場工事中だとね、呪文使えないんで、まあ呪文工場とか、あとはクラン城、ラボとかにね、対して使ってあげるのが一番いいんですけど、まあそれなりに落ち着いて、でタウンホールも育ってきた、ビルダーホールも育ってきたっていう場合だったら、こちらのね、連装迫撃砲にですね、優先的に使ってあげた方がいいと思います。そちらのアーチャータワーでこれ改造終えているね、改造終わってますね。2連砲とかも改造終わっていいよね、終わってますね、終わってるんで、なのでね、連装迫撃砲にね、建物の方を使ってあげてね、皆さん大工の拠点ですね、夫ですね、解放して、大工さん6人に、増やしていきましょう。さあ、ということなので、どうしましょう。まあこれはちょっと大工の拠点も普通に終えてるので、そうですね、ちょっと、メンテナンスギリギリまでちょっと資源狩りの方やっていきましょう。いやー、なのでね、皆さんもですね、まあ建物の本とか建物のハンマーはですね、優先度的にね、もう、改造1個終わっちゃったんで、他の迫撃砲にはね、全然使わなくていいですよ。使わなくていいです。改造の時のためだけに、使っていきましょう。そうですね、自分ね、去年とか、ビルドオとか、大工の拠点がやってきた時、もう全部改造終わっちゃってたんですよ。改造終わっちゃって、連装迫撃砲がここまで長かったっていう記憶が完全に消えてましたね。消えてたんで、あ、これはちょっと、お知らせある程度ね、しておかないとね、ちょっとまずいなって思ったんでね、今回動画にしていきました。こういうところが美味しいですね。で、圧縮にもしっかりと巻き込めるように、はい、落としていきます。
で削っていきますね。でこっちも削っていきます。でこの資源狩り編成で、ね、ビビドラの資源狩り編成、まあ以前動画にしたんですけどね、これ1セットで4回攻めれるっていうね、資源狩りができるよっていう、そんな攻め方になってますんで、タウンホール9からできる攻め方と、資源狩り編成となってますんでね、皆さんぜひぜひ9以上の方ねやってみてください。11以上になったねアシャ式っていうねライトが、ライトニングドラゴンを使った、資源狩り編成で、ね、おすすめしてたんですけど、なんかね個人的に、ね、11もこの編成の方がいいような気がしてきましたね。結構ライドラ編成も強いんですけどね、とりあえずこっちの方がなんか小回りが効くなーって思ったんで、こっちの方が結構ね最近ね自分ねライトニングドラゴン解放したんですけど、こっちの方ね結構ね資源狩りやっております。さあいけいけで 50% までちょっと狙っていきたいな。もうちょいパーセンテージ稼いで、もらいましょうか、ビビドラちゃんに。で稼いだ、さあそしたらあと 44% なんで、この2連砲を壊すだけで全然違いますね。 OK、 そしたらあと1体ベビドラを出していきながらの、パーセンテージを稼いで最後はアチャクイで、3つほどね1つ壊して終了といった形にしていきましょうか。さあどうだ、これガボも壊していく 47% なので、ここからアチャクイと、まあ、ボーデンもつけちゃっていきましょうか。で、ちゃんとつけて、でここからトームをかけていって、さあ 49% のクロークを使っていって、あボーデンにタギいっちゃっただけど、 OKOK、 美味しいですね。いや本当にな長いですよ、12日よ、もう11日とか12日かかっちゃってめちゃくちゃ長いですもんね。待って、あただあれだな、まあおっと解放できて、もう大工の拠点なんかもういいやったかって、まあちょっと大工の拠点の好きな人にもちょっと申し訳ないですけど、ね、もうおっと6人目、おっと解放で大工6人目ゲットすればいっかと、大工の拠点はちょっと合間で遊ぶ、クランゲームとか、あとはゴールドパス用のミッションクレイで遊ぶくらいだなっていう方だったら別に、まあ十何日からね、普通にまあ待てるんだったら待ってねやっててもいいと思うんですが、まあ個人的にもう即個人大君の6人目はね即入賞してねやってた方がやっぱり村の育ちをね全然変わると思うんですよね。全然変わると思うので、これあちょけ巻き込めるかな、巻き込めそうにないんで、こっち打っていきましょう。でこっちにも打っていってあげてのベビードラッシュですね、やっていきます。なので、まあ建物派、あんまり、ちょっとなかなか俺のクランね、クランゲームあんまりやなくて、手に入んねえんだよなーって、ね、ちょっと、あんまちょっと、発揮表に使うのかーとかって、悩んじゃう人。でも、まあ、それなりに、いそうな気がするけどね。でも、やっぱり優先度は高いかなーって、いうふうにね、個人的には思っております。さあ、これで、しっかりとベビドラちゃんがパーセンテージを稼いで、こっちのエリポの方に向かってほしいんだけど、エリポの方に、使ってほしいんだけど、でもまあこれで 50% ぐらいまで余裕でいけちゃいそうですね。でエリパの方にアーチャータワーの方にお尻をプリーンと、向けていって、で最後はあとこっちの金山か、こっちの金山どうしようか、 48% まで登っていくので、じゃあまああとはアチャクイかな、ここの、ベビドラちゃんがボムタワー壊して 49% になっていくんで、 OK、 ここからさクロークを使っていって一気に金山抜いていっての撤退といった形になりました。めっちゃ稼げ、やば80万80万とかやば、昔こう80万80万でなかなか出なかったんですからね。で残り何分、3分、よしこれでいこう、これラストで攻めていきます。攻めていって今回の資源狩り終わりたいなと思います。いや こういうね、お役立ち情報とかもね、どんどん動画で発信していきますんでね、ぜひともまだチャンネル登録されてなかったので、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。あー、ここ行こうかな。いや、でも厳しいな、飛ばしましょう。あんまり無理しすぎない。あんまりね、ちょっと、ちゃん、攻めたはいいけど、そんな資源取れなかったっていうパターンがね、一番嫌なので、あー、ここ金山美味しいですね。金山、得やすいよ。いやもう残り時間ねえし、もう全部使っちゃってっていいか、全部使っちゃってって、もう全開を目指していく感じでやっていく。でこれは1、2、3と折ってって、でこっち方向はどうしよう、これ巻き込めねえかな、チャレンジ、あー巻き込めねえか、まあいいや、じゃあだったら、はい、あやび4発落としちゃった、無駄に4発落として無駄にした感じ。よし、でこっから大工の拠点のビビドラ攻めみたいに周りから囲っていくか、囲っていくことによってしっかりと資源の方ですね、回収ちゃんとね、レイジ状態を保たせたままね、削りの方やってって、じゃあもうこの攻めがもうラストになると思うんで、全開チャレンジいきましょう。ビビドラで周囲を囲ってって、
削りの方やっていきましょう。マルチインフェがちょっと嫌だ。おっとイーグル砲が起動してる。イーグル砲が、あ、イーグル砲結構中の方にあるな。中の方にあるんで、こっからちゃんと削りを行ってってもらって、でダクエリポンプを狙っていきながら、さあさあさあアーチャータバにもちゃんと当てていってあげて、どうしよう、ウォーデーどこに出そうかな。ウォーデーどこに出そう。いやマルチインフェが結構きついし、イーグル砲もきついな。いけいけ頼む。でマルチインフェを壊してくれて、オッケー、ベビドラちゃんがちゃんと、いいよ、ベビドラ艦隊がしっかりと仕事の方やっております。でこれで抜いてっていっていけば、さあイーグル砲もちゃんと壊して、いいぞいいぞ、あるぞあるぞ、ちゃんと削りの方ね、ちゃんとやっていきましょう。でこれで全開チャレンジですよ。はい、もう呪文はライトニングしか使わず、しっかりとね伸ばしていきます。でこれであと吐き息を使っちゃってっての、オッケー、これで 50% で解放してって、で戻ったらこれメンテナンスになってんじゃないですか。いや待ってよ、ワンチャンこれメンテナンスもう一回攻めれる可能性ないこれ。あでもちょっとベビドラ使いすぎちゃったもんな。ベビドラ使いすぎちゃった、もうメンテナンスが近づいてるから。オッケー、じゃあちょっとメンテナンス、これちょっと残り30秒だから見ていこう。こっから俺メンテナンスに入るところね、見たことないですよね、まだ。ちょっとセットしとこう、セットしておいて、こっからメンテナンスに入る瞬間どう、残り20秒切ってますよ。メンテナンスに入るとねマルチ攻めれなくなりますね。さあね、果たしてどのような形になるんでしょうかね。メンテナンスってなってね、もうこうちゃんと入れなくなるみたいな、そんな感じですかね。どうだ、こっから5秒前、4、3、2、1。こういう、こういうアタックいったら、あ、いける、アタックいけるんだ。直前でアタックいってみたっていう感じでやってみましたが、あ、OK、ラストラストにふさわしい、これ13体で余裕でありますね。ラストにふさわしい、そんな馬村が出てきました。入ってよかった、ラスト入ってよかった、ラスト入ってってしっかりと会社の方をやっていくスタイル。あ、待って、こっちの金座の方に小豆が残っちゃって、ちょっと嫌だね。エディターをね削ってって、エリクサーもねバチコリ抜いてってほしいですけど、どうでしょう。さあこっからねババキンとかも、あ、せっかくだから援軍東海兵士を使っていくから、せっかくだからでババキン出していきながら東海兵士を使っていって、でさあさあさあこれで資源ね美味しく回収の方やっていってもらいましょう。金山も抜いていって、タウンホールまで落ちないんだけど、でまずラストアチャキをねこっちのエリクサータンク、ダケリタンクに当てていって回収の方ねやっていきましょう。でババキンもようやく30ですよ。タウンホール11がレベル30になったババキンがちゃんとね削り、やっぱあれだな、あ、来た、5分後に短時間のメンテナンス開始。あ、あれで、あ、あれがゼロになると短期間のメンテナンスを、開始するっていう感じになるんですね。あ、そうなんだ、初めて見た、俺見たことなかったから。あー、こんな感じなんですね。でホグライダーたちも出てきて、しっかりと仕事の方をしてくるから、ま、こっち方向にちょっとベビーダー出して一旦削ってもらおう、削ってもらって、オッケーオッケー、邪魔だなこの赤い文字、めちゃくちゃ邪魔すぎんだけど、邪魔すぎじゃないこれちょっと。あ、でもオッケー、消えた、消えてったって。さあさあさあラストですね。あ、着衣をダクエリタンク、エリクサータンクにやっていく流れで、でボーデンもつけていく流れにしていって、どうだこれホグライダーが飛ばされていって、でちょピッキンさせておいてあげて、アチャクイたちをね、守っていって、からのからの、ここからダクエリタンクをしっかりとちゃんと点たくさん抜いていってから撤退で、オッケー。でこれによってさあアタックはできませんっていう、形になりましたね。はい、ということで今回はですね、マスターダイクですね、ダイクさんですね、自分の前で6人にするにはですね、迫撃砲を改造しなきゃいけないんだけれども、建物の方ね、これ必要だよっていう動画、お送りしていきました。そうですね、やっぱり、建物で使ってね、ちょっとダイク6人にしたらね、ダイクのね、攻撃日数とかもね、めちゃくちゃ短くなりますんでね、皆さんですね、建物の方は迂闊にね、使わないで、おきましょう。やった、よし、ヒーローが、レベル30になったと、条件ほとんど満たした、あとは改造だけだ、十何日も安泰って、なったらね、嫌じゃないですか。なのでね、この動画ですね、よろしければね、まあ、別にシェアとかっていうよりかはね、まあ、クライメントとかにね、こう教えてあげたりとかね、してあげてください。はい、ということでね、これからも毎日、クラクラ動画に投稿していきますので、ぜひぜひね、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。